はい、どうも元気です。ということですね、今回は123シーズン SS 上位対勝率ランキングトップ10ですね。はい、今回もやっていきたいと思います。さあ、今回のトップ3はどんなキャラクターが来てあるのか、ぜひとも皆さんチェックしていって。さあ、それでは第10位の発表からしていきましょう。第10位はこのキャラクター。鬼ヶ島内入りフランキーですね。まあ、前回は9位に、ランクインしてたんですけども、今回ね、今シーズンなかなか見なかったですね。はい。まあ、ただね、やっぱり、下位のね、順位で言うと、結構ね、使用率がもうみんな少ないので、まあ、ギリギリ入ってこれたかなという感じですね。ただし、やっぱりフランキーの機動力、やっぱ魚人島とかね、あのステージでは結構やっこかったりするし、アーロンパークでも大活躍のキャラクターになってるので、ぜひとも皆さん使ってみて。さあ、続いてはですね、第9位の発表です。第9位はこのキャラクター。エドワード・ニューゲート白ひげですね。まあ、前回10位だったんですけども、今回9位に上がれたんですけども、ただし使用率はたったの1票差でフランキーに勝てたという感じになっております。はい。まあ、なんでね、まあ、正直ね、自陣で守れないディフェンダーってちょっとまあ、今はきついかなというふうに思います。まあ、ただね、今後もしかしたらね、環境復帰してくる可能性もあるかもしれないんでね、まあ、そこをちょっと期待していきましょう。ただ、ロジャーいる限りは無理だ。続いては第8位の発表になってきます。第8位はこのキャラクター。A&ヤマトですね。まあ、ロジャーに対しては、まあ、最近はね、気絶短縮メダルっていうのが流行ってるんで、それで対処していくことも可能なんですけども、やっぱりね、環境きついのかなというふうに思います。ただし、ロジャー以外にはめちゃくちゃこのキャラクター強いんだよね。キドロだったり、シャンクス、ゾロ、そしてカイドウ、そしてですね、キングとか、まあ、こういったキャラクターにめちゃくちゃ強いキャラクターになってるので、まあ、そこでね、今のところ8位キープできてるのかなというふうに思います。まあ、なんで、ぜひとも皆さん気絶短縮して、ロジャーからしっかりとね、守っていってあげてください。続いては第7位の発表になってきます。第7位はこのキャラクター。鬼ヶ島内入りゾロですね。このキャラクター、見れるキャラクターはね、非常に多いんですよ。ロジャーも見れる。そして、めちゃくちゃ株が上がってシャンクスを圧倒的強さでしばき切ることができる。あとはカイドウ、そしてキング、あとはエース&ヤマトとかにもね、しっかりと強くは出ていけるんですけども、やっぱりね、評価がそんなにやっぱり上がってこれないっていうのがね、まあ、キドロがやっぱり見にくいっていうところですね。で、結局ロジャーにも取られてしまうことがほとんどなので、まあ、ここが、まあ、もうゾロの限界なのかなというふうに思います。まあ、次の環境ね、まあ、黒ひげが再来するかもしれないと言われている中で、黒ひげが来た時にまたさらに評価が上がってくることを期待して待っていきましょう。続いては第6位の発表です。第6位はなんとフェスゲンのキャラクター。第6位、キングですね。シャンクスが評価上がったにつれて、キングも評価がちょっと上がってきたのかなという感じですね。使用率はですね、前回に比べると上がっているんですね、このキャラクター。キングすごいね。うん、まあやっぱりレッドシャンクスの環境になった時に、最強ゲッターとして出てきたのがこのキング。なので、シャンクスが評価上がったと同時にキングの評価も上がったのかなという感じですね。で、やっぱりダッシュ性能。うん、で、あとはやっぱりバウンティやゲッターが強いっていうところだよね。はい、てなわけで、今回第6位になんとキングがランクイン。続いては第5位の発表になってきます。第5位は少し評価ダウンになってきます。第5位ニカですね。はい、やっぱりこのニカね、今最強ディフェンダーなんですけども、うん、やっぱりロジャーが多すぎて、どんだけ対魔に勝ったとしてもまた2体目3体目ってね、カムサリがよくわかんないところから飛んできたりして死んでしまうっていうのが、やっぱりほとんどかな。ただやっぱり対魔性能においてはこのぐるぐる巻き2つ、そして2年後ゾロをつけると超余裕でロジャーから守ることができるんで、ぜひとも皆さんね、このぐるぐる巻き、そして2年後の気絶短縮メダルでぜひとも抗ってください。そして続いてはですね、第4位に入ってこれたこのキャラクター、神獣カイドウですね。めちゃくちゃ
ちゃ今の環境強いですね。はい、まあそれがですね、やっぱりこの気絶短縮メダルをつけていくっていうニカと同じですね。はい、これをつけることによって、まあロジャーのね旗握ってる時に気絶を抑えることができて、でその、取り際にしっかりと通常与えていくことができる、スキルを当てることができるのがこのキャラクター。そしてやっぱりこのね最速のこの裏取りのラグナラク、これがもうステージによってはめちゃくちゃぶっ刺さりすぎる。はい、まあなんでねロジャーにも強いこのカイドウが強化アップになってきております。続いてはですね第3位の発表です。第3位はこのキャラクター、新環境最も評価が上がったキャラクター、フィルムレッドのシャンクスですね。はい、これはめちゃくちゃ環境最強アタッカー。はい、まあロジャーに対しても非常にめちゃくちゃ強いっていうのと、キドロもやっぱり見ていける、そしてワンパンもしていくことができるっていうところだよね。で環境最強のディフェンダーニカも、最大のバフがかかってしまえば強襲でワンパンと、言った風にやっぱりね逆転するためのワンパン性能を持っているのがこのキャラクターになっています。まあぜひとも皆さんフィルムレッドのシャンクス使ってワンパンしまくってあげてね。続いては第2位の発表です。第2位はこのキャラクター、キッドアンドローですね。はい、やっぱりこの2人分の体力が持っているプラススキルも2人分、そしてやっぱり敵無視ダッシュにさらにこのローがロジャーにバチクソ強すぎる。はい、まあなんでね、ロジャーをしっかりと縛いていきつつ旗を取っていくことができるキャラクターになっております。いや本当にロジャーと同格って言ってもいいぐらいめちゃくちゃ最強格のゲッターです。そしてさらにキッドの方では一番株が上がったシャンクスをしばくことが可能。もうこいつに言うことはマジでない。そして圧倒的第1位はもちろんこのキャラクター、海賊王ゴールディ・ロジャー。これは本当に強すぎるし、環境がよくわかんなくなってる。マジで旗を抜いて抜かれての繰り返しをずっとやってるだけの環境なので、まあ正直、まあ好きな人もいれば、めちゃくちゃこの環境嫌いな人も分かれると思います。はい。まあ皆さん的にはね、今、もう1ヶ月ぐらいね、経っちゃうんですけども、新環境、どんな、思いで過ごしてるのか、ぜひともコメント欄で教えてね。てなわけでですね、今回123シーズンの SS 上位対使用率ランキングトップ10でした。いかがだったでしょうか。てなわけで、バイバイ。はい、どうもケニーです。よろしくお願いします。ということで、今回もバンティラッシュをやっていきましょう。あぶねー、ワン、ツー、からのチャージでワンパン、オッケーナイス。さあ、俺のカムサレを食らっていい、痛いやつ出てこいや。うん、これかませでしょ。で、これで、おい、バンザイして。バンザイできる。上でカイドウ頑張ってるけども、頑張ってるんだけども。ワンピース全然、わからなくて。金だけはありますけど。はいワン、はいワン、ツーワン、はいキゼツーハイラン、はいキゼツーハイラン、はいキゼツーハイラン。じゃあここもゲットしたら、あのあそこゲットして終わりじゃいけんじゃ。はい、でこれゾロは無敵合わせていく。オッケー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 。おーナイスナイス。さあで真ん中やばっ、真ん中無理や。ちょっと待って、ちょっと待って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 、悲しそうにどうしたの。はい、意味ない。よしよしよし、ありがとう。はいはいはい、ここでお互いに足全然無理や。
やな。さあ、OK。で、はい、ウッディ。僕やろ、いける。え裏、お前、どこ狙っとんじゃん、お前。はい、アメちゃん、オッケーオッケーオッケー。はいはい、アメちゃん、はい、からのスキルに、はい、もうスキルにしたまった。はい、アメちゃんしていく。はい、どん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 、オッケー、いいよ、はい、どうぞ。一生じゃねえかよ。はい、何やら並んで、よし、何もしない、何もしない。で、これで歌歌、オッケーオッケー。で、歌歌かけて、おい、ちょっと邪魔すんな、お前。こいつ、使い物になんねえ。よしよしよし、いける、いける、いける。僕取られた、そこいける。よしよし、いける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 、い